はいどうもこんにちはクレイです。よろしくお願いします。さあということで今回はベストナインタイトルホルダー第1弾こちらが来ましたので動画の方を撮っていきたいなと思います。ベストナインタイトルホルダーが来たということはどういうことかと言いますとついにですねスピリッツ4200時代の幕開けでございます。まあ毎年ねこのベストナインタイトルホルダーではスピリッツが100上がるんですがまあ今年は4100から4200ということでついにね今年もこの時期がやってきたというところでございます。で今年の対象選手についてだったりとか今後の展開予想みたいなところはですね昨日の動画でやってますのでまだね昨日動画見てないよって方はぜひ昨日の動画も合わせてみてください。であとはですね野手の追加と OB の狙い打ちなんかも一緒に来ましたね。まあ特に野手追加秋山選手出てるのは結構大きいですね。であとは今年もですねイベントの累計で1枚は獲得ができる仕様になってます。対決カーニバルですね。まあちょっと時間もかかるんですけど、まあ、無料で取れるっていうのは非常にありがたいかなと思います。であとは今回ミキサーも相変わらずあるんですが、まあ、ダルセレとかと違ってですね今回はセレクトのミキサーをする場合は6選手が必要となりますので、まあ、そこだけ注意が必要かなっていう感じです。まあ、ここも5人でいいんじゃね感もあるんすけどね。まあでもここはスピリッツが100上がっているからというところなのでしょうか。はいということで、まあ、盛りだくさんの更新なんですがベストナインタイトルホルダー第1弾結構能力変わってる選手もいるので、まあ、まずは能力から見てガットという流れでいきたいと思います。いきましょう。はいということでまずは1人目オリックス宗選手です。こちら小5でのミート走力同値がいける能力になっております。通常からのプラス1能力ですね。まあリーグオーダー的にはねそれが決められるとかなり大きいかなっていうのはあるんですが見栄え的な話で言うと一応走力 A も電光石火つければいける感じになってますね。でまあ宗選手に関してはやっぱサードの守備がかなり魅力かなと思ってて、まあなかなか最近だとね現役選手とか、まあ、OB も含めてもそんなにサードの適性高い選手多くはないと思うのでまあ結構貴重かなというふうには思います。まあ、あとは弾道ライドルなども今現環境だとポイント高めですね。続いてもう一人オリックスから福田選手です。こちらベストナインタイトルホルダー初登場になりました。でステータスの変動とかに関しては、まあ、通常からプラス1というところで大きな変更はないんですが、まあ、ここもねそもそも特別レアリティ自体ねあまり出てないというか多分初めてかなだと思いますのでオリックスファンの方とか欲しい方も多いんじゃないでしょうか。まあ、僕も本当にシリーズ2ねやたら福田選手当たってるので、まあ、ここで当たったら初めて極めようと思ってます。続いてホークス柳田選手です。こちらも通常プラス1ということで大きな変更はありません。まあ、ただ柳田選手に関しては侍ジャパンが辞退になったので、まあ、4200を獲得できるチャンスはここに集中するかなという感じなので、まあ、ここでぜひともね取っておくべき選手になるかなというふうには思います。続いて西武平さんです。こちらはですね通常プラス1だと制球が69になるところだったんですが71ということで、まあ、規定能力からプラス2のアップになったっていう感じですね。であとは特殊能力も変わってて脱三振が存在感になったんですよね。これ結構大きな変更かなと思います。まあ、あとは来シーズンね先発適性もおそらくつくのかな。まあ、先発先行というところで今ね調整もされてるみたいなんですが、まあ、中継ぎ抑え版として、まあ、中継ぎ抑えの適性個人的には消えないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、中継ぎメインでの、当時はもしかしたらこれがしばらく最後になるかもしれないです。続いてもう一人西武から源田選手です。こちらステータスの変動ありませんでした。まあ、通常からプラス1という感じですね。で、まあ、ここはサムネジャパンでもね選ばれてますので、まあ、西武純正の方は2人取るのきついなっていう方はとりあえず平さん優先で、まあ、源田さんに関してはサムネでみたいな、形でもいいのかなというふうに思います。続いて楽天浅村選手です。こちらステータスの変動はありませんでした。通常プラス1ですね。で、まあ、ただ今回ねこのシリーズ2セカンドが D58 ということで、まあ、セカンドで使うのであれば特殊が必須になるのかなという感じですね。特殊能力は特に変更ありません。続いてロッテ高部選手です。こちらは通常からプラス1だとパワーが61かななんですが、今回63ということで実質プラス2のアップになってます。で、あとは守備適性のアップがかなり大きくて、もともとセンターとレフトともに D だと思うんですよね。でそれが今回 BC になってるので、まあ、かなり大きい変更になってるかなと思います。まあ、走力も高い選手なので、まあ、センターの範囲はかなり広く感じるんじゃないかなと思います。続いてヤクルト村上選手です。こちらがねやっぱり今回一番の目玉かなと思うんですが、ミートとパワーそれぞれアップ査定になりました。まあここはもう納得かな。まあいろいろなところで能力どうなるんだとかっていう話はあったと思うんですけれども、まあ今回ミートパワーそれぞれアップしまして、称号でのパワー S もいける形になりました。まあないしは同値を狙うのであれば86-86の同値、まあ実質落合さんであったりとか、まあ、あとはバース選手だったりとか、まあそのあたりと同じようなステータスになるのかなという感じです。でまあここはね侍ジャパンにも選出されてますので、まあそのガチャもそもそも確定で出るってわけではもちろんないんですけど、まあ出ることが濃厚だと思いますので、まあこれ取れなくても一応チャンスはあるのかなというふうには思います。まあでもこの写真でこのステータスヤクルトファンの方とかであれば絶対取っておきたい1枚になりますよね。続いてベイスターズ佐野選手です。こちらはステータスの変動ありませんでした。通常プラス1ですと、で称号でのパワー A がねいける形になったので、まあこの通常プラス1かなり大きいかなと思います。
います。でこちらは特段特殊能力とか、もろもろの変更はありませんでした。続いて阪神青柳選手です。こちらステータスの変動通常プラス1以外は特にありませんでした。で称号なしで全動値なんでね、まあここは本当にありがたい存在。もう4200でこのステータスなんで、まあ、本当に手に入ればしばらくはオーダーに入れ続けられるかなと思います。で特段球種とか特殊能力の変更はなかったですね。続いて巨人中田翔選手です。こちらパワーがプラス1ですね、まあ、通常プラス1の能力だと78になる予定だったんですが、そこが1アップしまして、まあ、称号でのパワー A がより狙いやすくなったかなと。であとは特殊能力の順番が地味に変わってって、存在感とプルヒの順番が入れ替わりましたね。続いて広島森下選手です。こちら通常プラス1だとね、制球が76だったんですけど、まあ、今回77ということでプラス1さらにもらわれた感じになってます。で称号でのオール A もねいける形になったので、まあここはかなり、まあ、大きな変更かな。まあコンボ的にはね9位スタミナ同値にする方がまあいろいろ使い勝手良さそうな感じはするんですが、まあ称号の選択肢も増えたっていうところはまあ大きいのかなというふうには思いますね。でラストが中日ライデル・マルティネス選手です。こちらステータスの変更はプラス1以外特になかったですね。ただ称号での9位制球同値相変わらず狙えますし、まあ、8484同値にすると、まあ、中継ぎ抑えの投手陣の中では本当にステータスかなり高いところになるかなと思いますね。はい、ということで以上今回の第1弾の選手たちだったんですが、もう早速ねガチャの方を回していきたいなと思います。まあ狙いをちょっと上げるのも難しいぐらい、正直もう4200な時点でもう全員欲しいんですよ正直、うん、正直全員欲しいんですが、まあでも一番はやっぱ村上選手のあの写真欲しいな、シンプルに、うん、あの村上選手はもう永久保存版と言ってもいい。あそこ取れてるかどうかはなんか将来、ここ取れないと将来的になんかすごい後悔しそうな気が今からしてます。いきなり10連目来た。さあここ多分まだ 30% かな、まあ、この幸先よく1枚目引かせてください、お願いします。いやー外した。これ金子選手今日追加だったかな、野手で追加になった選手かもしれない。あ、そうっすね、今日追加の野手が来ましたと。いやそっちじゃないよな。ちなみに10連目はやっぱ 30% っすね。 30% やっぱきついな。まあ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 、でも幸先よく S ランクが出てくれたのはいいんじゃないでしょうか。さあ20連目で、まあ、このベストナイトエイトホルダー第1弾、個人的なラインナップの評価的な話で言うと、まあ、また具体的な評価動画でも話すとは思うんですが、個人的には1弾かなり熱いラインナップになったんじゃないかなと思います。まあ、残りのラインナップとか考えたり、まあ、全体バランス見ても結構いいんじゃないかなと、うん、リアタイ的にもリーグ的にも、まあ、目玉それなりにしっかり揃ってるかなっていうところと、まあ、あとは何より大きいのが侍ジャパンに選ばれてる選手があまり多くない、逆に言うと侍ジャパンに選ばれてない選手が多いっていうのも結構ポイントかなと思ってて、それこそ柳田選手とかもそうですし、まだ平さんもそうだし、青柳選手もね今回、まあ、おそらくメンバー外というところなので、まあそういう意味では、まあ、侍ジャパンもそれこそ累計だったりとか、まあ、配布系もしかしたらあるかもしれないので、まあ、そこで被りづらいとかっていうことも考えても結構いい気がするので、まあ、あとはやっぱりスピリッツがね100アップ、この100アップっていうのも結局グランドオープンでさらにまたね100上乗せが来るって考えると、まあ、早い段階でいかに早く手に入れられるか、そして育成を終えられるかっていうところが、まあ、リーグにおいては結構アドバンテージ得られる部分になるので、まあ、そういう意味ではベストナイトホルダー回すなら僕は早い方がいいと思うんですよね。はい、ということで30連目最初の確定いきましょう。今年最初のベストナイトホルダー手に入る選手は誰か、お願いします。カモン、おお平さん来た。いや、 やっぱり縁があるのかもしれない、これはご縁が素晴らしい、嬉しい。シリーズ2のね平さんなかなか、確か通常は取れてたんですけどスパークは取れなかったんですよね、っていうところだったんで、まあこれはちょっと球種も変わってますし使ってみようかなと思います。 OK、 嬉しい。しかもそう平さんのね特別ラリティでいうとセレクションも取れてなかったんですよ。だから今回ベストナイトタイトルホルダーは何としてもと思ってたんで、いやーこれは嬉しいわ。OKOK、 でもあとちょっと気になったところで言うとガチャの期間が結構短めなんですよね。1週間かな、ちょうど1週間後にこのガチャが終わるみたいなんで、ベストナイトタイトルホルダーって結構1週間よりもちょいな、また来た。さあ 30%、 いや引けない、いや引けないか。まああるあるっちゃあるあるやな、90連までに確定外で S 出るとなかなか確率を打ち抜くのが難しいという、こういうガチャあるある。でそう話戻るとガチャ期間が結構短いんですよね。長い時は多分10日ぐらいある時もあると思うんですけど、今回は1週間ということで、まあ侍ジャパンの関係とかもあるんかな、やっぱり。まあ結構詰め詰めでベストナイトタイトルホルダーも連チャンで来る可能性もなくはないんかな。 OB 第4弾がね前に来たっていうのがちょっと異例ではあったので、まあスケジュール予想結構難しいなっていう
感じはしますね。でも連チャンもなんかありそうな気はするわ。イベントとガチャが同時に終了するんで、まあ、今度またそれはイコールでイベントとガチャが同時開始になるっていうことなんで、まあ連チャンもなくはなさそう。2段もおそらくまた累計あると思うんでね。はい、ということで2回目の確定いきましょう。とりあえず平さんの被りじゃなければ OK。 さあ特に自治面質はなかったですが、いきましょう。いかにとりあえず確定の部分で被らないかは非常に大事なので、まあここでしっかり2枚目打ち抜いていきましょう。お願いします。誰が出るか。おお、中田翔さんいいね。オッケー。中田翔さん日本ハム時代もこんな感じのアングルの守備シーンのタイトルホルダーあったよね。まあその年も多分ゴールデングラブで出てるからっていうところだと思うんですけど、ベストナインタイトルホルダーのまた一個おもろいところというか、まあ他のガチャと違うところはゴールデングラブで出てる選手は基本的に守備シーンの写真になるんで、あ、薄木とちょっと確定が運いいな。まあそういったところも、まあ、意外とねレアだったりしますと。あと盗塁王の選手は基本やっぱ走ってる写真になるんだな。さあ 30% 引きたいな。 30% お願いします。あれ赤白いが演出がない。さあ2枚目。いや引けない。 30%3 連敗が、あーなんかこれちょっと嫌な流れだな。これ確定以降 S がなかなか止まるパターンな気がちょっとしてきたけど、まあまあでも S ランクが出てること自体はいいか。 OK。 皆さん的に第1弾今回いかがでしょうか。ラインナップまあちょっと待機配信もねやってたんですけど、まあ結構豪華じゃんみたいなコメントも多かった印象はあるんですが、まあでも誰を狙うか次第だな。ベストナインタイトルホルダー本当に、まあそれこそあとはベストナインタイトルホルダー今年は引かずにもう侍全力待機みたいな人も結構多いんかな、無課金の方とかだと。うーん、ドンってことで確定ラストいきましょう。一旦ちょっと今回の動画はここで終わろうかな。まあまたねこのベストナインタイトルホルダーも大量に回すとは思うんですけど、まあダルセネの時と同じく動画今回も早く出したいんで、とりあえずここで止めて、まあ100連目以降は次回の動画でやろうかなと思います。さあバット当たってくれ。バット当たれ。いやないか。佐野選手バット当たったらもう佐野選手格なんだけど、まあまあいいでしょう。さあ行きましょう。とりあえず被りなし。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひとも皆さんのベストナインタイトルホルダー第1弾の狙いだったり感想だったりコメントなんでお待ちしております。さあ1枚かな。はい、じゃあ行きましょう。第1弾最初の動画最後に当たる選手は誰か。ぜひこの動画楽しんでいただけた方は高評価チャンネル登録お願いします。ラスト出る選手はこの選手です。さあ出した。